ベトランジェの気分である。外から来ているからこそ真に自由です。どこにでも行けたし、誰とでも出会えた。そしてついにユミは中学2年生にしてジャズ喫茶の楽屋に出入りするようになる。言葉になるとは刺激があったんですよね。ただ普通の中学生だったらその価値分からなかったかもしれないんですけれど、うちの母が昭和モダンガールモダで、いろいろ子供にはちょっと刺激的すぎるようなものをいっぱい与えてたので、分かったなと思います。